それではですね、次の質問いきたいと思いますね。はい、こちらですね、まさにこの連休タイムリーな話題がちょっと問い合わせ来たんで取り上げたいと思います。同じような方多分多いと思いますんでね。はい、この30代の女性の方ですね、連休などね、主人の家に行きたくないと、どうしたらいいかというね、はい、多いでしょうね。で、まあね、皆さんもご存知と分かると思いますが、そう、今年これ行かなくていいんですね、コロナウイルスの影響でね。はい、で、まあ結果的に良かったって言ってますけどね。はい、これちょっとですね、切実なね、悩みですよね。ちょっとこれね、カードね、まずタロットカード自体をちょっと選んでみたいと思いますね。じゃあ、いきます。じゃ、このカードどうでしょうか、この質問に最適な。はい、愚者が出ましたね。ちょっと違うかな。はい、でペンタクルのやつか、これかな、現実的とか意味があるんでね。はい、でパンダの方は、はい、あ、戦車のカードじゃない、逆だな。どうしたね、これかな、現実的な対応してるこのカードですかね。こっちでいきますね。はい、はい、そうですね、質問はこういう内容ですね。はい、ちょっと今カード切りますね。婚活これからって人もね、結婚これからって人もいるかもしれませんが、結婚するとこういう悩みも出てくるんですね。なかなかね、ご主人の実家に行くとかね、こういうこともあるんで、あまりね、こういう一面もあるっていうのをね、ちょっとぜひね、覚悟しておいてくださいね。はい、はい、そうですね。こうですね。はい、でまずこのね、このお嫁さんの方のね、相談者の方の気持ちですね。はい、なんかね、やっぱり嫌なんでしょうね、はい、カード出てますね。ご主人のね、家族はどう思ってるかですね。はい、あ、でもいいんじゃないですかね、歓迎してくれてるの感じがありますね。はい、で問題点は、問題点なんですかね。あ、やっぱ知恵、なんかいろいろ知恵が必要なのかもしれないですね。その実家のね、ご主人の実家の方とうまく関係保つための知恵が必要だって出てますね。対策は、はい、対策はカップのクイーンですね。あ、そうです、やっぱり愛情が必要ですね。今ないのかもしれないですね。はい、やっぱり実家の方にもね、もっと愛情を持って接した方がいいかもしれないですね。はい、今ないんじゃないかって出てますね。で、最終的にはどうなるかということですが、あ、いいんじゃないですか。自己満足でもいいんで、やってみたらいいんじゃないですかね。はい、このカップは愛情を示すカードがね、出てきてるんで、ちょっとね、嫌って言ってますが、もしかして内面ではね、この知恵をつけることで、いろいろね、知恵つけることで、愛情あふれて、うまくいくんじゃないかって流れになってますね。今はすごい落ち込んでますけど、お相手の、ご実家の方もそんなにね、嫌がってないようなんで、あなたがいろいろ知恵をつければね、愛情あふれてうまくいくっていう風な流れで出てますね。はい。で、このカップのね、8ですよね。すごいですね、これね。はい。カップの9か。9ですね。はい。この背景が黄色ってすごいいい意味なんで、はい。ただちょっとこれ若干ね、これなんか自己満足的なところもあるんで、やっぱりこのお相手のね、家族の、実家の方の気持ちもよく考えてね、見てください。その辺ちょっとね、あなたが一人で暴走して喜んじゃってるって可能性もあるんでね、それだけちょっと注意してください。これね、ちょっとこういう、今日せっかくね、見てくださってる方は人間関係で基本的なことを、斎藤ひとりさんって人の本でちょっと読んでいいことを学んだんで、ちょっとご紹介したいと思いますね。はい、こういったね、こういう人間関係全般で嫌って時どうするか、はい、それはね、これですね。もうこれ、合わない人とね、合わない方がいいですね。はい、なんかちょっとカードとね、すごいあれですけど、この人に関してはすごくいいと思いますが、基本的にこれいいですよ。会社の人とかね、これちょっと徹底した方がいいですね。多分これでだいぶ楽になります。私もやってますね。はい、なかなか難しいっていうんであれば極力減らしていく。はい、
もう有無を言わさずね、合わないの仕組みを作っていく。これが大事ですね。はい。これを徹底するといいですね。単純でありながら強力な方法なんでね。いいですね。参考にしてみてください。ご質問のね、答えがありますね。ちなみにね、今日は電話欄で始めたので、ね、もしよかったら、この動画の下の方にね、リンク貼ってありますので、よかったらご質問、見てくれればね、今日の夜なんかもね、行う予定ですんで、はい、よかったらね、こちらも気軽に連絡ください。